クンバ墓というのは奥義とか秘伝と言われるだけあって、単純なんですが非常に奥が深いです。鋼のメンタルを作るっていう上でこのクンバ墓というのはとっても有効。例えば松下幸之助さん、稲森和夫さん、そして現代でいうと大谷翔平さんなんかも影響を受けたと話されていらっしゃいます。簡単です。3つ、最初は1つだけでもいいです。ポイント、お尻の穴をギュッと締める。お尻の穴に力を入れてギュッと締め上げる。これです。もうこれにつきます。でもしそれでができるよっていうんだったら、丹田、おへそのちょっと指2本ぐらい下、おへその下の丹田に力を入れる。そして肩の力を抜く。この3つを同時にするだけで大丈夫です。